はい、どうも、亮平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は、翔平図対外試合の様子をお届けいたします。お相手はね、翔平図に入っているしゅんさんのチームとなります。本日の目標は、まあ、4回ぐらい回ってくるかな。回ってきますか？来るよ。来ます？じゃあ、1本ホームランします。お、センターにね。センターに。もしくは、宇宙間に行きます。よし。いけるじゃん。サイクルヒットでいきます、やっぱりサイクル、サイクルヒットでいくぞ。変わってんな、心いくぞ。翔平さんの目標なんすか？俺今日は怪我なく終わることで、怪我なく終わること。32歳、怪我しないように。めちゃくちゃ守りに入っとる。じゃあ奥の子、モンターン1回あったの覚えてる？覚えたっす。なんですけど、はい、ゴリスポに呼ばれて来ました。お願いします。お願いします。今度はお父さんも呼んで。わかりました。お願いします。弟もお願いします。弟もお願いします。じゃあ、わかりますか？最近マジで来てくれてありがとうございます。いや、とんでもないっす。ぜひぜひよろしくお願いします。今日はあ、もう始まってるけどね。はい、メタルで言ってるけど、今日はノエラで。ノエラでお願いします。はい、ノエラと思います。ということで、初参加のね、入団してくれましたゴリスボ君のお話とかを聞いてきましたが、試合の方、はい、先頭吉田さん、この打球はアウトですね。レフトフライとなります。ワンアウト。2番群馬から参加、いつもありがとうございます。グラブ買うならブックオフ、高さん。はい、高さんのね、出てくれたグラブ紹介の動画は、過去動画をご覧ください。はい、ただこれはね、見逃し三振となってしまいます。2アウト。続いても初参加、3番の坂本さん。はい、この打球、強烈な打球、三塁線破っていきます。チーム初安打、ナイスバッティング。いいですね、高めのボールを思いっきり振り抜いてましたね。ナイスバッティングです。続く4番クリッチ。おー、いい振りしてますね。はい、ナイバッチ、ナイバッチ、ファールだけど、クリッチといえばね、まあ、初代翔平図4番で、そこからね、1番打ったり下位打線打ったりいろいろ打ってますが、今回は最初に戻って4番。いや、いいスイング、いいスイング、思いっきり打ってきてます。さあ、この打球、振り抜いた打球は、この当たり良かったんですけどね、正面で。この回無得点となります。先発マウンドにはサブマリン吉田さん。先頭のこの打球が、はい、左中間落ちるんですが、カバー良かったですね。カバー良かったおかげで2塁には行かせず、シングルで抑えております。はい、そしてこれファーストフライを高橋さんがゲッチリとキャッチ。まずはワンアウトですね。はい、ワンアウトです。ナイスバッター。さあ、このバッティング、下がって下がって、危ない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 、エンタイトルで良かったです。意外と飛びましたね、伸びましたね、泳いでる風に見えたんですけど。さあ、ピンチ。さあ、これをキルキル打球にして、ファーストアウト。バッターはね、翔平さん入ってる高橋さんでしたね。そして俊さん、帰りたくなる気持ちもわかる、ナイスボール、いいボールです。さあ、お次のボール、緩急、ちょっと変化球を振らせてピンチをしのぎます。ナイスピッチ。さあ、早めに先制したいところ、バッターはカスヤ。いいですねと思いきや、あ、バット当たってないのか、これ三振となってファーストにボールが送られアウト。さあ、メタルの手に翔平の1打席目となります。まあね、過去動画でね、以前の動画でメタル合わないと言っていました。どうなるか。さあ、そして怪我はなく終わるために勝ち込むことができるのか。勝ち込めばね、走らなくていいですからね。初球いいボールですね、これ。インローのストレートかな、ナイスボールですね。さあ、何を打つのか。お次のボール、外のカーブを引っ掛けてしまい、サードゴロ。ただこれがね、悪送球となり、その間にラッキーな形で出塁となり、二塁まで行きます。出せ出せ、それは出せ。うん、よくあれでペッパーミルできたなと思いますね。はい、そしてお次のバッターは奥野くん。ドーン、ドロップカーブかな、これ。すごい変化量でしたね、あれは。まあ、手が出ないですね。ピッチャー、ナイスピッチです。
さあ続くバッターはホッシー。ホッシーもグローブ紹介ありがとうございました。さあこの打球がレフトフライとなります。チャンス作るもね得点ならずとなってしまいました。この回もマウンドは吉田さんが上がります。これいい当たりだったんですが、さすがの打球判断ゴリシコ君ナイスキャッチ。いいですね、ワンアウトです。さあお次のバッター、おっといいパスを打たせてファーストゴロ、はいツーアウト。そうですね、なんかトスの連携の練習しましたね。そしてこれ外ビタビタ、じゃあソルキンナイスピッチです。はい、翔平さんの攻撃は9番のセッキーさんから、はいこれです出塁、ナイスダッシュです。そしてゴリスコ君のところ、ここスタート切っていく。さあチャンスですよ、得点圏。さあね、サイクルヒットって言ってましたからね、どうにか打っていただきたいところ。まずは1本フルスイングからの、ただ打球が高く上がってショートフライ、力みましたね。1個割ってばスタンドでしたね。はい、そして若林さん、これはね進塁打右打ち、いやいいバッティング、いいチームバッティングですね。さあそしてラストバッターは良平です。これ思いっきり引っ掛けますが、はいラッキーな形でファーストセーフで、はい先制点となります。ラッキーでした。さあ先頭を変えて吉田さん、ただこれ見逃し三振、後続続かずもね、まずはでもこの回1点先制することができました。はいそしてこれ、おおクリッチいいとこ守ってましたね、ワンアウトです。さあお次のバッター、おおちょっと横から投げましたね、今下じゃなくて、それをねキャッチャー奥野君がしっかりと止めて、ナイスキャッチナイスピッチ。そしてショートゴロ、はいファーストスクッチアウト、ナイスカバーです。はい三者凡退、この回点欲しいところ。高橋さん、これが面白い打球だが、おおファーストセーフ、いいですねナイス出しです。はいそしてここの場面で、はいランナーが進塁します。得点圏坂本さん、フラフラっと上がった打球セカンドフライですが、これを落球、この時にねしっかりと坂本さん走っていたのでセーフとなっております。やっぱフライ上がっても走るって大事ですね。そしてクリッチのこの打球が偵察となってしまいますが、まあでもねランナーは三塁へと行っているので、この場面でなんとか点が欲しいところ。そして勝谷、これサードゴロですが、これもはいラッキーな形で追加点となります。なお勝谷は二塁へ向かっております。さあ翔平の2打席目、ここねチャンスですよ、チャンスの場面で一発いきたいところ。初球は外外れてボール、2球目これインコースとかちょっとね窮屈になりながら打った打球は意外と伸びて伸びて、おーまあね、アウトにはなりましたがね、最終分までは飛んでいます。いやあれが前で捉えられていたら。そしてこの次の打席ですね、衝撃の打球が生まれます。それは次回動画になります。はいそして守備ですね、これはいゴリスコのマッチキャッチワンアウト。お次のバッター、これもフラフラッと上がった打球だが間にポテンと落ちる、打ち取ってるんですけどね、あそこに落とされちゃうとちょっと、これね2塁まで行ってなおここでねうまく押し合わなかったのかな、ワイルドピッチとなってしまいランナーは3塁へ。バッター高橋さん、これがサードファールフライ、ツーアウト。そして俊さんはただここはね入らずフォアボールとなってしまいます。切っておきたいところ、これ
おいでくち、ナイス反応です。奥野くん、ナイス反応、いいっすね、スリーアウト。さあ、その奥野くんから相手ピッチャー変わってますね。はい、左の好投手が出てきました。三振となってしまい、ワンアウト。そして続くバッター、ホッシー、これもピッチャーゴロでツーアウト。いや、いいピッチャーですね。続く関さん、これがキュルキュル打球が中に入ってきて、サードゴロとなって、変わった交差腕相手に三者凡退となります。そしてこの回から奥野くんがマウンドへ。ペイオフピッチからのジャストオールキン、まずは先頭を見逃し三振に抑えております。はい、お次のバッター、打席にはリントが入っています。これがショートゴロ、しっかりと抑えてツーアウト。ナイスピッチ、ナイスショット。見てください、この太ももえげつないですよね。はい、そしてサードゴロです。今回はここまで。次回の衝撃打球がチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、そう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 、視聴兵 TV2022 年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。